到着です。変わっていないな。ここがアルタイルロッジ。6年前にティオちゃんが助けられた場所ですか。ふん、悪趣味な門構えだな。自分の案内はここまでです。そちらにお任せできる期限は本日1700まで。それを超えて我が軍の部隊で制圧に当たらせてもらいます。了解した。丁寧な案内感謝する。まあせいぜいお気をつけて。名高き風の牽制が一緒なら無用の心配かもしれませんがね。さすがにあんまり歓迎されていないみたいですね。まああちらにしてみれば自分の縄張りに飛び込んだ犯罪者を人任せにするわけだからな。どうします、このまま踏み込みますか。ああ、もはや猶予はない。マクレイン、罠や仕掛けの可能性はどうだ。大抵のものは6年前の制圧作戦で潰したままだろう。だが徘徊する魔獣の方は。ロッジの地下にいた。来るぞ。敵接近、迎撃を開始します。俺の番だな。さあ行くぞ。貴様らもう許さんぞ。クラウナにジャスティスハンマー。任せてくれ。行くぞ。風幕光よ、我が剣に集え。よし、セット。行きます。行くぞ。これで決める。私の番ですね。やあ、行きます。よし、目標を撃破します。それはあ、これで終わりです。私の番だな。はっ、せいぜい改心するがいい。げ、まさか今の化け物ども。当夜総員にいたのと似たような雰囲気でしたけど。太陽の砦の地下で徘徊していたのと同じ種類です。どうやら
彼らがここに逃げ込んだのは確実みたいですね。チッ、往生際の悪いことだ。時間がない、とにかく入るとしよう。今ならまだ間に合うはずだ。ええ、了解です。絶対に逃がさんぞ。俺たちがこの地を訪れたのは、帝国政府からの連絡がきっかけだった。あの教団事件から数ヶ月後、どさくさに紛れて帝国へ亡命していたハルトマン元議長と元市長秘書アーネストが帝国からの追放処分を受けたのである。なぜか二人は新たな潜伏先として共和国最西端のアルタイル市を選び、急遽新市長によって共和国政府との協議が秘密裏に行われ、二人の国外逮捕が執行されることとなった。しかし極めて政治的な問題を持つため、逮捕は正規の指揮系統から外れている特務支援課に任される形となり、さらに捜査一課、警備隊、ギルドが協力する異例の捜査体制が整えられたのだった。そしてアルタイル市での捜査から数日、俺たちはハルトマン、アーネスト両名が教団の旧ロッジ跡に向かったことを突き止めた。ここは鍾乳洞ですか。でも人の手が入っていますね。もともとは数百年前に使われていた石窟寺院跡だったようだ。それを DG 教団が改修し、儀式を行うロッジとして利用した。6年前のあの日までな。課長とアリオスさん、それに兄貴が制圧した時ですね。そして兄貴はここでただ一人生き残ったティオを救出した。ああ、正直それだけがあの地獄のような惨状における唯一の慰めだった。今となってはその痕跡もほとんどなくなっているがな。なんだか信じられませんね、そんなことがあったなんて。どこまでも最悪な連中だったようだな。当時共和国軍が動けなかったのは、一部の将校が教団に弱みを握られていたからだそうだな。ああ、だからこそセルゲイ班にここの制圧が任されたわけだ。今にしてみればギルドも真っ青というくらいの強引な介入の仕方だったが。さすがは悪名高きセルゲイ班といったところか。なんだか当時の光景が目に浮かぶ気がしますね。アリオスさん、二人が向かっているとしたらロッジのどのあたりでしょうか。やはり西洋にある儀式の間の可能性が高い。太陽の砦にあったような不思議な祭壇が残されている。ハルトマンはともかく、アーネストがそこを目指しても不思議ではないだろう。確かに、ひょっとしてあのグノーシスという薬も関係しているんでしょうか。その可能性は否定できんな。どうやらアーネストはヨアヒムからグノーシスをそれなりに受け取っていたようだ。それも青色のではなく赤色の。それって人を化け物に変えるっていう。ああ、場合によっては同行しているハルトマンの身が危ないかもしれない。取り返しがつかなくなる前に何としても二人を拘束しよう。ええ、はあ、でも参ったな。こんなタイミングでエニグマのバージョンアップが行われちゃうなんて。はあ、そうなんだ。エニグマ通過、中心にはめるっていう
新型のマスタークォーツ。それが間に合わなかったから、結局アーツは使えない状態ですし。毎度ながらエプスタイン財団も切り替えが突然すぎるんだよな。ティオの所属している場所、悪く言いたくはないんだけど。いくらタイミングが悪いとはいえ、泣き言を抜かすな。きちんと準備していればこれくらいは用意できるだろう。ならば俺の方からも予備を一つ提供しよう。これマスタークォーツですか？これを俺たちに？足手まといになられても困るというだけだ。エニグマ2の中心に好きな方をセットするといい。どちらもつけたらすぐに複数のアーツが使えるはずだ。はい、わかりました。よし、準備は済んだな。はい、お待たせしました。そのわざわざ用意してもらって本当に助かりました。別にお前たちのために用意したわけじゃない。それよりバニングス、分かっているんだろうな、この任務はお前にとって一課での研修の仕上げでもある。万が一無様を晒したらやり直しにするから心しておけ。はい。素直じゃない人ですね。見た目よりもはるかに熱くタフな男だ。さすが一家でガイと張り合っただけはあるようだな。よし、それでは始めましょう。クロスベル警察捜査一課所属、アレックス・ダドリー主任捜査官。ああ、クロスベル警備隊所属、ノエル・シーカー総長。はい。そして特別補佐として、遊撃士協会クロスベル支部所属、アリオス・マクレインだ。ああ、これよりクロスベル警察特務支援課による強制捜索および逮捕任務を執行します。逮捕対象はハルトマン元議長およびアーネスト元市長秘書の2名。期限は本日1700。各自全力を尽くしてください。いいだろう。承知。了解です。任せておく。そこだ。
10秒で終わらせるぞ。了解です。そこだ。悪は滅びる、それが必然だ。はよし、この機を逃すな。了解です。行くぞ。そこだ。ぬるいな。これは岩の扉でしょうか。奥に続いているゲートだ。6年前に解除したはずだが。アーネストあたりが仕掛け直したのかもしれんな。解除方法はあるのか。右手の奥にスイッチがある。それで開くはずだ。よし、行ってみましょう。そこだ。10秒で終わらせるぞ。了解です。そこだ。正気。さあ終わらせるぞ。イエスだ。了解です。いいだろう。やあ、で、はっ。こんなところか。悪くない。アリアスさん、これが。ああ、感能力強化実験の名残だ。グノーシスを投与された子供たちがありとあらゆる方法で五感と霊感を高める実験の犠牲となった。ち、ゲードーどもが。DG 教団、とっくに潰れたんでしょうけど、正直許せないです。アーネストたちが何をしようとしているのか分かりませんが、二度とこの場所を利用されるわけにはいきませんね。ああ、もちろんだ。全力で阻止しましょう。よし、先を急ぐぞ。よし、一気に行くぞ。よかろう。行くぞ。正気。さあ終わらせるぞ。いいだろう。こんなところか。そこだ。奇襲成功、チャンスです。了解。行くぞ。
任せるがいい。せい。我が剣は風、防ぐことはあたわず。10秒で終わらせるぞ。了解です。ここだ。全員と悪くはない。はっ、よし、一気に行くぞ。よくな、行くぞ。勝負さ、終わらせ。見たか、八王が一刀。よし、一気に行くぞ。よかな、行くぞ。見たか、八王が一刀。そこだ。よし、この機を逃すな。了解です。ここだ。全員突撃。せいぜい改心するがいい。そこだ。10秒で終わらせるぞ。了解です。ここだ。全員突撃。ふん、悪くはない。やるな。10秒で終わらせるぞ。了解です。そこだ。参る。明鏡止水。出直してくるがいい。よし、この機を逃すな。了解です。行くぞ。我が剣は風、防ぐことはあたわず。任せるがいい。よし、行きます。さあ、行くぞ。全力で行かせてもらいます。参る。せい。突き張り。俺の番だな。よし。さあ、行くぞ。はっ、任せるがいい。任せてくれ。はい、やー、任せておく。よし、次に行くぞ。こんな、マクレイン、6年前もこの程度の雑魚しか徘徊していなかったのか。いや、はるかに凶暴な魔獣の群れが放されていた。まあ、それよりもシスライ厭わぬ狂信徒たちの方がよっぽど太刀が悪かったかな。胸の悪くなる話だ。二人
二人ともさすがだな。今の魔獣なんか相当手強かったと思うんだけど。ええ、格の違いを感じますね。私も精進しなくちゃ。おい、どうした？今の戦闘で負傷したか？いえ、大丈夫です。問題ありません。ならばとっとと行くぞ。この先に中間の分岐点があったはずだ。まずはそこを目指すとしよう。奇襲成功、チャンスです。了解、行くぞ。明鏡止水、出直してくるがいい。そこだ。10秒で終わらせるぞ。了解です。ぬるいな。敵発見、強制排除する。行くぞ。チャン、行くぞ。行くぞ。風まず光、空中連覇、明鏡止水、出直してくるがいい。10秒で終わらせるぞ。よくないです。ここだ。全員と、悪くはない。10秒で終わらせるぞ。よくないです。私の番、そこだ。俺の番だな。やってや。よし、もう大丈夫だ。速攻で蹴りをつける。行くぞ。チャン、明鏡止水、出直してくるがいい。よし、この機を逃すな。了解です。勝者、終わらせ。こんなところか。そこだ。10秒で終わらせるぞ。了解です。そこだ。勝機さ。こんなところか。10秒で終わらせるぞ。了解です。参る。新手か。続けていくぞ。俺の番だな。いった、今だ。全火力上出来かな。悪くない。10秒で終わらせるぞ。よくないです。はっ、任せるが。見たか、八王が一刀。そこだ。10秒で終わらせるぞ。よくないです。参る。チャン、見たか、八王が一刀。そこだ。よし、一気に行くぞ。よくない。悪は滅びる、それが必然だ。そこだ。奇襲成功、チャンスです。了解。行くぞ。我が剣は風、防ぐことはあたわず。
よし、この機を逃すな。了解です。行くぜ。さあ、行こう。よし、次に行くぞ。よし、この機を逃すな。了解です。悪は滅びる、それが必然だ。10秒で終わらせるぞ。了解です。そこだ。せいぜい改心するがいい。いた。追いついたか。アーネスト君、いい加減に解放してくれ。もう私は突き抜きれん。やれやれ、困りますね議長。あなたにはクロスベルの政界にちゃんと返り咲いていただかないと。この私が次期市長となるためにもね。いい加減にするがいい。クロスベルの政界に返り咲く、今さらそんなことが可能だと思っているのか。ましてや貴様ごときがあのディーター・クロイスから市長の座を奪えるはずがなかろう。簡単なことですよ。人の身ではかなわなくとも、真なる神に近づけばたやすい。あらゆる因果を見通す英知があれば、どんな現実も思いのままになる。そう、かの偉大なるヨアヒム・ギュンター氏のようにね。狂ってる。させるか。お前たちは追いついてきたか。お久しぶりと言っておこうか、ロイド君。それにダドリー君、アルタイル市での捜査はご苦労だったね。アーネスト、あんた、我々が追っているのに気づいていたというのか。全ては偉大なるグノーシスの力によるもの。君たちが我々の行方を追ってアルタイル市を訪れたこと、そして我々の動向を突き止めて共和国軍の許可を得てからここまで追ってきたこと、全てお見通しなのだよ。どうしてそこまで。どうやら不可思議な知覚によって我々の動向を察知したようだな。つまりお前たちはクロスベル警察の人間というわけか。背に腹は変えられん。頼む、素直に投降するからこの狂人を取り押さえてくれ。おやおや、狂人とは失礼ですな。言われるまでもない。ハルトマン元議長およびアーネスト・ライズ、自治州法改正項目に基づき拘置所脱走および
多数の余罪で、あなたたちの身柄を拘束する。おとなしく投降してもらおう。そう焦るものじゃない。今日私はヨアヒム氏の後を継いで D への扉を開くことになる。余興はそれからでも遅くなかろう。人形兵器の意志か。ヨアヒムが従えていた中世の魔導人形。あれよりもはるかに強力な性能だがね。それでは諸君、我々は先に行かせてもらうよ。ヨアヒム氏が残した守護者の力、とくと味わってくれたまえ。離せ、離してくれ。逃がすか。どうやら尋常な相手ではなさそうだな。全力で撃破するぞ。はい、手ごわいぞ。気をつけろ。承知するまでもない。私の番だな。エニグマ、参るよ。俺の番だな。よし、エニグマ、さあ、クジョ、行くぞ。任せておけ。行くぞ。風まく光よ。さあ行くぞ。さあ行くぞ。貴様、ジャスティスハンマー。俺の番だな。行くぞ。任せるがいい。何？それ。行きます。行くぞ。これで止める。止める。さあ、私の番ですね。私の番だな。エニグマ、任せるがいい。エニグマ駆動。私の番ですね。エニグマ、えい、ありがとう。行きます。目標を撃破。任せてくれ、エニグマ。任せておけ。任せるがいい。チャ、任せるがいい。チャ、行くぞ。任せるがいい。風まく光よ。や、悪いな。先に行かせてもらうよ。取られたか。よし、追いかけるぞ。
動けないのか。大丈夫です。こちらもなんとか。ダドリ、上だ。道が。そんな。先ほどの戦闘の衝撃で脆くなった地盤が崩落したか。この距離を飛び越えるのは少々難しそうだな。はい、さすがに。すみません。ちっ、こうなったら仕方ない。そこで待っていろ。我々だけでケリをつけてくる。そんな。いくらお二人でもサポートなしじゃ。いや、ここは別行動としよう。どういうことだ。ここから採用に至るルートは二つある。もう一つはあちらだ。別の道が。もしかしてあの先が。ああ、遠回りになるが採用で合流できるはずだ。ならば話は早い。バニングス、シーカー総長、我々はこのまま連中を追う。なんとか合流するがいい。了解です。イエスサー。ブーンを気をつけていくがいい。よし、俺たちも急ごう。総長、すぐに動けるか。ええ、大丈夫です。そうだ、ロイドさん、せっかくの機会ですから、コンビネーションを使ったクラフトを試してみませんか。そうか、いいかもしれないな。お互いの癖も分かってきたし、なんとかなりそうだ。うまく使いこなして慎重に確実に進んでいこう。
力で行かせてもらいます。はよし、やってや。よし、もう大丈夫だ。行くぞ。いた。まだまだ行ける。敵接近、迎撃を開始します。俺の番だな。はあ、それ行きます。そこ行くぞ。行きます。目標を撃破します。これで終わりです。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。さすがに二人だと結構手こずりますね。ああ、でもなんとかなりそうだ。ランディもそうだったけど、やっぱり警備隊員は頼りになるな。さすが、鍛え方が普通の警察官とは違うっていうか。おだてないでくださいよ。どちらかというと装備の強さに頼っているところがありますし、強力な装備を使いこなせるのも訓練とセンスの賜物だよ。特に総長は俺と同い年なのに車両の運転なんかも得意だしさ。15の時に入隊して訓練漬けの毎日でしたから。それにソーニャ司令の指導が優秀だったおかげもありますね。ものすごいスパルタでしたけど。ソーニャ副司令、あ、いや司令か。確かにあの人に指導されたら相当鍛えられそうだよな。あのランディですら演習の時に徹底的にしごかれたみたいだし。そうみたいですね。ランディ先輩か。今頃リハビリ訓練の付き合いの真っ最中なんでしょうか。なあ、そのはずだよ。ランディがいてくれたら、いや、エリーとティオもそうか。あの3人がここにいてくれたら怖いものなしなんだけどな。確かに考えてみると特務支援課って本当にバランスがいいですよね。役割分担がきちんとできているからどんな状況にも対応できそうです。実際ずいぶん助けられたよ。戦闘以外でもいろいろな方面で得意分野が違っていたし。そんじゃあな、後のことは任せたぜ。キーヤちゃんのことよろしく頼んだわね。サイトとポッペの世話もよろしくお願いします。エリー、ティオ、ランディ、あれから一月以上経つけどみんなどうしてるかな。敵出現、交戦します。ステア、よーし、やー、任せてくれ。任せてくれ。よーし、やー、これで一安心ですね。そこ、敵接近、迎撃を開始します。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。任せてくれ。行くぞ。
これで決める。よし、エッカ、よし、もう大丈夫だ。やー、敵接近、迎撃を開始します。行くぞ。よし、もう大丈夫だ。はあ、全力で行かせてもらいます。そこ、よし、よし、もう大丈夫だ。さあ、かかってください。私の番ですね。そこ、ゴー、ゴー、任せてくれ。いってゴー、あたしの番ですね。そこ、そこだ。よし、目標を撃破します。これで終わりです。ゴー、ストー、あたしの番ですね。はあ、これで一安心ですね。負けられない。はい、はあ、よし、はあ、や、よし、はあ、行くぞ。やっ、悪いな、先に行かせてもらうよ。やあ、ここは俺たちのターンだ。行きます。そこ、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。かかってこい。あたしの番。やあ、俺の番だな。はい、やあ、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。そこ、はあ、これは…また扉か。ダメか。多分、入り口近くの扉と同じように解除する装置があるんだろう。ええ、探してみましょう。それにしても、ダドリーさんたちの方はどうなっているんでしょうか。あの二人なら、滅多なことじゃ
遅れを取ることはなさそうだけど、敵はグノーシスを使っている上に、あんな危険な人形も呼び出せる。楽観はできないかもしれないな。ですよね。こんな時にエニグマで連絡が取り合えたらいいんですけど。通信機能が使えるのはクロスベルト財団の本拠地があるレマン自治州だけみたいだからな。でも確かに改めて考えると、ものすごく便利な機能だったんだよな。フランのサポートも受けられたし。ちゃんとお役に立っていればいいんですけど。あの調子でちゃんとお仕事が務まっているか心配なんですよね。アルタイル市へ出発する前、キーヤと駅まで見送りに来た時か。あれくらいいいじゃないか。君を心配してのことだろうし。だからといって勤務時間中にサボってくるのはダメですよ。キーヤちゃんと一緒に列車に乗り込もうとするし。今回はキーヤも珍しくダダをこねてたからな。お姉ちゃん、ロイドさん、くれぐれも気をつけてくださいね。ま、気を抜くんじゃねえぞ。後ろ盾を失った逃亡者とはいえ、あの教団に関わっていた連中だ。ロイド、絶対に無事に戻ってきてね。キーヤ、いい子で待ってるから。大切な人たちがクロスベルで俺たちのことを待っている。何としても任務を達成して無事な顔を見せてやらないとな。はい。やあ、そこ。さあ、かかってこい。俺の番だな。行きます。催眠弾発射。よし、私の番ですね。そこ。よし、やってや。よし、やあ。よし、
出現、交戦します。全火力集中してください。了解。そこ、これで一安心ですね。全力で行かせてもらうぞ。そこ、よし。よし、よし、よし。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。全力で行かせてもらいます。エニグマ駆動、よし。エニグマ、よし。駆動。エニグマ、駆動。えい。それ。よし。えい。任せてくれ。行きます。エニグマ駆動。行くぞ。はい。エニグマ駆動。や。この調子で行きましょう。負けられない。やあ、俺の番だな。はあ、それ。はい。やあ、俺の番だな。まだまだいける。敵出現、交戦します。よし。
よし、もう大丈夫だ。やあ、そこ。はっ、さあ、かかってこい。はっ、俺の番だな。悪いな、先に行かせてもらうよ。そこ、ここは俺たちのターンだ。やあ、よし、俺の番だな。あたしの番。やあ、敵集団続けてきます。任せてくれ。あたしの番。やあ、この調子で行きましょう。俺の番だな。行くぞ。よし。よし。行きます。エニグマ。俺の番だな。させるか。行きます。は、俺の番だな。はあ、はい、行きます。目標を撃破します。よし、エニグマ駆動。よし、さあ行くぞ。やった。はい、そこ。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。よしお疲れ様でした。それにしても、あのアーネストという男、本当に何が狙いなんでしょうか。どうやら元議長の方は無理やり付き合わされてるみたいですけど。わからない。ただユアヒムと同じ力を手に入れようとしているのは確かみたいだ。教団事件の黒幕と同じ力。マフィアやベルガード門の部隊を意のままに操ったあれですか。ああ、それも危険だったけど、さらに太刀が悪い力がある。人の心や背景を見る力だ。こいつ、私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。それっていろいろとまずくありませんか。ああ、ある意味どんな風にも悪用できてしまう能力だろう。それどころか、我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相も、クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。ロイドさん。いや、何でもない。いずれにせよ、アーネストにヨアヒムと同じ末路を歩ませるわけにはいかない。
絶対に生かして捕まえないとな。ロイドさん、その例の首謀者が死んだのは別にロイドさんのせいじゃ。それでも死なせずに捕まえることはできたんじゃないかと思ってさ。今更なのは百も承知だけど。うじうじしてるとランディにまたどやされるかな。先を急ごう。アリオスさんたちと合流しないと。ええ。弱き虫から聞いた通りだ。この場所ならば私の目的も万事滞りなく達せられるだろう。いい加減にしないか。弱姫といい、貴様といい、気が触れたようなことを。貴様らの妄想に私を巻き込むんじゃない。あなたこそ人のことをとやかく言えるような立場かな。楽園でしたか。あんな場所を利用していた割には随分と偉そうな物言いですね。あれは教団の手先に騙されて連れて行かれただけで、あんな悪趣味な場所と知っていれば断じて首を突っ込んだりしたものか。おまけに妙な薬までもられて、私の方こそ完全な被害者だ。やれやれ、そのような釈明が世間に通用するとお思いですか。クロスベルタイムズが独占取材したらさぞ盛り上がってくれるでしょうな。そこまでだ。お前たちは。おやおや、君たちか。面倒な連中を撒いたと思ったら、とんだ雑魚が紛れ込んできたものだ。その巨大な祭壇、ここがロッチの採用か。アリオスさんたちはどうした。ああ、風の牽制と捜査一課のエース殿か。さすがに厄介だったので足止めさせてもらったよ。今頃魔導人形10体相手に翻弄されている頃だろう。あの化け物を10体も。おかげで死から受け継いだ駒を使い切ってしまったがね。だがこれであの連中も確実に始末できるだろう。私はゆっくりとこの聖なる場所で目的を果たさせてもらうとしよう。させるか。手を挙げて投降しなさい。やれやれ、状況が分かっていないようだな。それにしてもエリーの姿がなぜ見えないのかと思っていたが、なるほど、一時的に支援課を離れてマクダイル先生の手伝いをしているのか。まさかロイドさんの記憶を。さらに新市長と新議長による新たな体制、法案作りへの協力。なるほど、そうすることでこれまで以上に支援課が動きやすい政治的な足場を作るつもりか。新市長の提案らしいが、なかなか興味深い試みじゃないか。だがエリーのような人材を警察ごときに埋もれさせておくのは愚かとしか言いようがないな。私が市長となった暁には特務支援課は解体させてもらおう。そして彼女は私の専属秘書として
存分に才能を発揮してもらう。それがいい。そうしよう。こいつ本気で言ってるんだとしたら相当アレな感じですね。君には弱き虫のあだもある。エリーの未練を断ち切るためには悪い芽は摘み取らせてもらおう。赤いグノーシスによるデモナイズだ。この聖なる場所ではいつもの覚醒もことさら心地よい。大いなる望みを叶える前のささやかなる供物。せいぜいあがいてもがいてのたうち回ってもらうぞ。そうはいくか。対象1名、制圧を開始します。手ごわいぞ、気をつけろ。了解です。よし。それ。エニグマ駆動。行くぞ。エニグマ駆動。それ。えい。俺の番だな。行きます。よし。はえい。行きます。はや。よし。任せてくれ。よし。させるか。行きます。そこ任せてくれ。負けるか。まだやれる。それ。助かります。まだやれる。させるか。
直さないと。やっ、まだやれる。悪いな、先に行かせてもらうよ。これは全然効いてない。おやおや、勝手な退場は困りますね。あなたが好き勝手していた自治州議会ではないのだから。アーネスト、貴様まだ利用価値はあるから軽く気絶させただけさ。それより人のことを心配している余裕はあるのかな。これは教団のロッジはすべて七葉脈の真上に作られている。その真上で覚醒することでリーへと至る扉を開くことが可能になる。しから聞いた通りだな。君と同じか。これぞ死の至った境地。これで全ての真実は我のものに。なぜだ、なぜ何も見えない。なぜだ、なぜ D が見えない。真なる神の息吹がどうして感じられないのだ。これでは話が違うではないか。しっかりしろ。ヨアヒムが真実を語っていたとは限らないだろう。黙れ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 。まあいい、まずは手始め、貴様らを煮えとしてくれるわ。その上でクロスベルへ帰還し、巫女とエリーを奪ってくれるわ。このロイドさん、なんて化け物。それではさらばだ。矮小なる己の身を嘆いて散りとかすがいい。そこだ。ダドリーさん、アリオスさん、やれやれ、なんとか間に合ったか。ロイド、ノエル総長、よく持ちこたえてくれた。お二人の方こそよくご無事で。さすがに10体は手こずらせてもらったがな。話は後だ。まずはこいつを無力化する。尋常な相手ではない。
我々の全力をぶつけるぞ。はい、イエスさん。さあ一気に行くぞ。言われるまでもない。俺の番だな。任せるがいい。はい、任せておけ。任せるがいい。任せてくれ。行くぞ。風間く光よ。さあ行くぞ。我が剣に集え。オーリー風神連覇。いいだろう。貴様らもう許さんぞ。くらえ。よし、ハンマー。エニグマ、よーし、駆動。エニグマ、駆動。俺の番だな。それ、助かります。えい。いいだろう。エニグマ、駆動。エニグマ、駆動。よーし。さあ行くぞ。任せるがいい。よし、エニグマ行くぞ。駆動。エニグマ、さあ駆動。よし、私に続け。任せるがいい。エニグマ駆動。さあ、えい、行くぞ。任せてくれ。これで私の番だな。任せるがいい。任せておけ。あたしの番ですね。えい。よし、礼は言う。それ。いくぞ。参る。風間く光よ。いいだろう。助かります。あたしの番ですね。よし、いいだろう。任せるがいい。
私の番ですね。エニグマ行くぞ駆動。はあ、私の番だな。エニグマ駆動。参る。やっ。えい。上出来かな。ナイスファイト。気をつけてください。これは溶けてる。ヨアヒム死亡時の報告にあったやつか。ロイドさん。おい、何？アーネスト、気をしっかり持て。自分を見失うな。あんたはあんただろ。ヨアヒムと違って、あんたは赤いグノーシスを大量に飲んだわけじゃない。だったら助かる。絶対に諦めるんじゃない。バニングス、お前。ロイドさん。どうしてここまでした私に。どうして貴様は。それとこれとは話が別だ。あんたは確かに罪を犯した。でもだからといってこんな場所で死んでいいほど罪深かったとは思えない。それにあんたが死んだらエリーやマクダエル議長だってきっと悲しむだろう。だから絶対に自分を取り戻してくれ。マクダエル先生、どうして私は。ダメか。なんとかならないんでしょうか。こんなケースさすがに専門外だぞ。いや、どうやら専門家が間に合ってくれたようだ。何？天にいます我らが主よ。魔に惹かれし哀れな迷いを恩義の光で呼び戻さんこと。教会の聖句。あんたは。すんません、時間がないんですぐに処置させてもらいますわ。君、ちょっとどいてもらえるか。あ、はい。崩壊一歩手前やね。けど、なんとか踏みとどまってくれたか。これなら。我が深淵にてきらめく青の刻印よ。光となって暗き正気を払い、迷い子の道を指し示せ。これは。あの光は一体。戻った。
んとかなったか。どうですか。うん、気絶しとるだけや。数日は起きられへんけど、命に別状はないやろ。よかった。一安心ですね。それはともかく、あんたは一体何者なんだ。教会の神父のようだが、一体どうしてこんな場所に。あれ、アリオさん、俺のことをこちらの皆さんには話してへんのですか。間に合うかどうかわからないと言われたからな。立場が立場だろうし、念のため伏せさせてもらった。なるほど、助かりますわ。いやー、相変わらず気が利いてはるお人やな。君の方こそな。ありがとう、来てくれて本当に助かった。どうやら勝手に保険をかけられたようだな。七曜教会風聖省に所属する聖杯騎士殿と見受けるが。風聖省聖杯騎士、確かアーティファクトを回収するっていう。お見通しでしたか。はじめまして、七曜教会聖杯騎士団に所属するケビン・グラハムいます。アリオスさんの連絡を受けて参上させてもらいましたわ。どうかお見知りおきを。それではダドリーさん、二人のご相はよろしくお願いします。ああ、任せておけ。ケビン神父、礼を言わせてもらおう。まあ、本当なら事前にこちらに連絡してほしかったが。いや、そうしたいのは山々やったんですけど、何分うちらにとってはクロスベルは鬼門でして。クロスベル教区の責任者、エラルダ大司教の意向か。そうか、前にマーブル先生が言ってた砲術の専門家って。ああ、俺らのことやろね。ま、いろいろあって大司教さんにはえらい嫌われてしまっててな。クロスベルでの聖杯騎士団の活動については一切禁じられてしまってるんや。エラルダ大司教ですか。私も会ったことがありますけど、すごく厳格そうな人ですよね。厳格も厳格、あんな頑固な人見たことないわ。ま、俺らもいろいろやっとるから、彼みたいな真っ当な人から見たら我慢ならんのかもしれへんけど。いろいろって。ま、古代遺物に関わる事件は綺麗事だけでは済まないということだ。ケビン神父、とにかく今回は助けられた。改めて礼を言わせてくれ。アリオスさんには前にでかい借りがありますしな。褒めたら例の教団の件も含めて俺もついていきたいとこですけど。ま、大司教を刺激したくないですし、何か分かったら教えてください。ああ、ギルドを通じてそちらに連絡させてもらおう。ロイド、ノエル総長も今回は本当によくやってくれた。正直あんまりお役に立てませんでしたけど。いや、総長は本当に助けになってくれたよ。俺の方こそやっぱりまだまだ未熟ですね。本当なら逮捕まできちんと皆さんを引っ張らなくてはならなかったのに。うん。うぬぼれるな。支援課による逮捕というのがあくまで建前であるというのはお前もわきまえていたはずだ。その上で自分が本当に役に立たなかったと思うのか。それは自戒もいいが、客観的な自己評価と状況判断は上級捜査官に必須だ。
研修とはいえ一家にいたからにはそのあたりはわきまえておくがいい。ダドリーさん本当に素直じゃないですねよくやったの一言くらい言ってやればいいもの。うるさい。とにかくバニングス、これで一家の研修も終了だ。今回の事件で学んだことと合わせて新たなスタートに生かすがいい。はい、ありがとうございます。それでは俺たちは一足先に行かせてもらおう。また協力するようなことがあればよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。お疲れ様です。そんじゃ、お元気で。いやー、君らも幸運やね。所属は違ってもいい先輩に恵まれてるみたいやないか。え、本当にそう思います。そうですね、セルゲイ課長もそうですし。それで君らはどうするん？このまま列車でクロスベルに戻るつもりか？ええ、そうするつもりです。そうだ、ケビン神父、この後のご予定は？クロスベルまで一駅ですし、よかったら寄っていただいてお礼をさせてほしいんですけど。いやー、ありがたいけどこれから待ち合わせがあってな。本当なら例の教団についても詳しい話を聞きたいんやけど。 DG 教団ですか？やっぱり教会の方でも何か掴んでいるんですか？いやー、それが全く。俺らが教団と関わったのは4年くらい前の事件が最後やね。4年前。各国の軍やギルドが協力した一斉制圧摘発作戦の後ですよね。ああ、あれから取りこぼされたロッジの一つを制圧したんや。ここだけの話、教団の中でも最悪と言えるようなロッジでな。正直人体実験がマシに思えるほどイカれた儀式をしてた連中やった。そうですか。本当に最低の連中だったんですね。ま、実はその時にアリオスさんにえらい助けられてしまってな。でかい借りを作ったままやったから今回お手伝いできて助かったわ。そうだったんですか。でもおかげで犯人を生かしたまま捕まえることができました。ありがとうございます。本当に助かりました。いやいや、さっきのメガネの人も言ってたけど、なんとかなったのは君のおかげやで。俺のですか？ああ、あの兄さんがギリギリのところで持ったのは君の言葉があったからやろ。そうでなかったら俺が処置しても多分助けられへんかったはずや。そうでしょうか。ええ、きっとそうですよ。ロイドさんが必死に語りかけたから彼も自分を取り戻せたみたいだし。総長特務支援課やったっけ？また機会があったら詳しい話でも聞かせてや。これで教団の件も一通りケリがついたはずやけど、また何かあるかもしれへんしな。わかりました。それじゃあ俺たちはこの辺りで失礼します。お疲れ様でした。ああ、そちらこそお疲れさん。ロイド君か。なかなか見込みがありそうやな。エステルちゃんたちの力にもなってくれたみたいやし。せやけど今回ばかりはどうも分が悪いかもしれんな。ケビン、なあ、遅かったやないか。で、なんやその紙袋は？そこの屋台で売ってたアルタイル名物の焼き栗、ホクホクしてて絶妙な甘さでいい仕事してる。だからって紙袋いっぱい買うことないやろ。まったく、そんな調子でこれから大丈夫か？やっぱり俺もついて。ダメ、ケビンの悪名は知られすぎている。
エラルダ大司教に潜入がバレたら火炙りにされるかもしれない。いくらなんでもそこまではされへんやろ。いや、でも天霊将の応援の件があったか。あの一件で風星将への態度をますます硬化させたみたいやし。その点私一人なら目くらましにはもってこい。それはケビンにも分かっているでしょ。ああもう分かったわ。まったく総長もよりによってなんでこいつを。的確な人選。ケビンこそ私がいない間無茶はしないように、セサルさんとマーカスさんにあまり心配はかけないこと。へえへえ、分かったわ。しかしリース、ほんま気をつけるや。お前がこれから向かう場所は正直何が起きてもおかしくない。いざとなったら俺を呼ぶなり切り札に頼るんやで。それは心得てるけど、そんなに悪い状況？ああ、生族双方の意味合いでな。どうやら連中も密かに動き出しとるらしい。魔とクロスベル、その名の通りになるかもしれん。でも無事に任務が片付いてよかったです。正直足を引っ張ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしました。心配性だな。ソーニャ司令だって総長に見込みがあると思ったから推薦したんだろうし。とにかくこれからは改めてよろしくお願いするよ。はい、こちらこそ。あ、でもロイドさん、ちょっとよろしいでしょうか。ん？一応これからしばらくの間正式にお世話になるわけですし、軍服も着てないわけですから、その総長というのはちょっと。ああ、それもそうか。でもどうしよう、呼び捨てでも構わないかな。ええ、それでお願いします。それじゃあノエル、改めてよろしくお願いするよ。そうだ、そっちもよかったらもっとフランクに言ってくれ。同い年だし同僚なんだから気を使わないでほしいんだ。私がロイドさんのことを？無理無理、そんなの無理ですよ。あくまで警察官としては新米ですし、勉強させてもらう身分なんですから。いや、そんなに堅苦しく考えることないと思うけど、エリーとランディだって年の差関係なくタメ口だしさ。いや、そのなんというか性分みたいで、一度そう思い込んじゃうとなかなか変えられないというか。でもロイドさんがそうおっしゃるなら、なんとか努力してタメ口を。いや別に無理はしなくていいから。根っからの体育会気質なんだな。父の影響かもしれませんね。厳しい人で、私も普段も小さい頃にしつけられましたから。へえ、お父さんの。あれ、君たちのお母さんには何度か会ったことがあるけど。父は10年ほど前に亡くなりました。クロスベル警備隊に所属していて、その任務中の事故で。そっか、悪いことを聞いちゃったな。
ひょっとして君が警備隊に入ったの？どうでしょう、あまり自覚したことはないですけど、でも父と同じようにクロスベルという地を守りたかったのは確かかもしれません。その意味では所属は違ってもフランも同じなのかもしれませんね。そっか。ロイドさん？ごめん、なんでもない。でも君が来てくれてこちらは本当に助かったよ。人手が足りないってのもあるけど、この先何が起きるのか正直予想できないくらいだからさ。そう言ってもらえると光栄ですけど、でもマフィアがいなくなって市内の治安も改善されたんですよね。兵ゆえは残っていますけど目立った動きはないみたいですし。表面的にはね。ただ一つ言えるのはルバーチェという組織が一定の役割を果たしていたことだ。クロスベルの治安を守る意味でね。マフィアがクロスベルの治安を守っていた？まあ結果的にだけどね。クロスベルの置かれている特殊な状況を考えてみてくれ。自治権はあっても国家としては独立しておらず、二大国の干渉を常に受けている。犯罪を取り締まる法律は穴だらけで、入国規制もほとんどない。本来ならヘイユエどころか他の犯罪組織やテロリストなんかが跋扈してもおかしくない場所なんだ。ああ、それじゃあ今まではルバーチェがそれを抑える役割を？認めたくはないけど、結果的に一定の秩序を裏社会にもたらしていたのは否定できない。それが何の前触れもなく教団という最悪に巻き込まれる形で消滅してしまった。パワーバランスの崩壊ですか？ああ、帝国派と共和国派の議員たちが失脚したのも同じことが言える。代弁者がいなくなったことで逆に両国からの圧力が今まで以上に露骨になる可能性は高いだろう。だからこそ新市長は俺たちに期待してる。なるほど、ようやく納得しました。エリーさんやランディ先輩、ティオちゃんが一時的に離れたのもそれが理由だったんですね。ああ、新たな局面を前に可能な限り各方面と連携してより高度な活動ができるようにする。俺も一課で研修させてもらっていろいろなことを叩き込まれたし、さらに人手が足りなかったから新たな戦力も要請したってわけさ。呼んでいただけて光栄です。でもそういえば、ん？どうしたんだ？もう一人の新メンバーって前に会った彼ですよね。正直意外だったんですけど、どういう経緯なんですか？ああ、彼ね。いや、新しい人手を俺たちが探し始めた矢先にこちらを訪ねてきてさ、新市長からの推薦なんかも取り付けてきたから断るに断れなかったんだ。市長の推薦ですか？ああ、 IBC ビルの危機に力を貸した謝礼と引き換えに推薦状をもらったらしい。そもそも特務支援課が新規メンバーを探してるなんてどこで聞きつけたのやら。本人は面白そうだからとかしれっと言ってたけど。それって大丈夫なんですか？まあ悪いやつじゃないのは確かだよ。そりゃ経歴不詳だったり裏社会にやたらと詳しかったり、ホストなんかもやってるけど、なんだか言っててだんだん不安になってきたな。大丈夫ですよ。確かに皮肉屋で口は悪いけど悪い子じゃなさそうでしたし。そう言ってくれると助かるよ。正直君とは反りが合わないかと思ったからさ。
確かに私もからかわれたりしましたけど、どちらかというとロイドさんをいじる方が彼には楽しいみたいですし。勘弁してほしいんだけど。普段は騒いでたとか言わない方がいいのかな。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベールレビフィリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。なお大陸鉄道公社規約に基づき当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エルボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上臨検官への提出をお願いいたします。一駅だけだからあっという間だったな。ええ、それでも数日留守にしているとなんだか懐かしい感じがしますね。そうだな。全員が揃うのはもうちょっとしてからか。キーヤ、寂しがってないといいけど。それにミシュランのテーマパーク、この騒ぎが無事解決したらあそこに連れて行ってください。え、そんなのでいいのか。いやでも、もうちょっとこうシリアスな約束の方がいいんじゃないか。ディオが困った時には何があっても助けに行くとか。いえ、これで十分です。それにこの事態を解決しないとこの約束も果たされない。その意味では十分シリアスなのではないかと。あれからお互い忙しくてまだ遊びに行けてないけど、ティオが戻ってきたら絶対にあの約束を守らないと。ライドさん？ああ、ごめん。そういえばノエルってテーマパークに行ったことはある？ミシュランですか？ええ、前にフランと一度だけ。アトラクションも面白いんですけど、ミッシーが可愛いんですよね。そっか、大人気だなミッシに来てくれたのか。うん、今日帰ってくるって聞いたから。大丈夫？どこも怪我をしてない？ああ、平気だよ。ただいま、キーヤ。おかえり、ロイド。ノエルもおかえりなさい。ただいま、キーヤちゃん。
ていうか、たった数日なのにそんな大げさにしなくても。お姉ちゃんは分かってません。時間なんて関係ないんだよ。ねえキアちゃん。そうそう、その通り。なんだか戻ってきたって実感がありますね。二人ともお疲れ様でした。エリー、もう戻ってきたのか。ええ、つい昨日にね。おじい様の手伝いも終わったし、私も今日から復帰できるわ。そっか。お疲れ様です、エリーさん。確かマクダイル議長の付き合いで各国を回ってたんですよね。ええ、大した手伝いができたわけじゃないけど、でもいろいろと面白い情報を仕入れてくることができたわ。そっか、後で改めて聞かせてもらうよ。しかしこれでティオとランディが戻ってたら言うことないんだけどな。ま、今月中には二人とも戻ってくるだろう。それよりロイド、ちゃんとケリはつけてきたのか。はい、無事両名とも逮捕しました。ダドリーさんとアリオスさんが拘置所の方に護送しています。そうか。ま、これで教団絡みの事件は一段落したと見ていいだろう。分かってると思うが、ぼちぼち頭を切り替えてもらうぞ。はい、そのつもりです。ノエルの方は改めてよろしく頼む。今日からでいいんだったな。はっ、ノエルシーカー、本日より特務支援課へ出向させていただきます。これでお姉ちゃんのお仲間だ。そんなにかしこまらなくてもいい。ソーニャからも聞いてるだろうが、うちにはうちのペースがある。軍隊式の上位カタスはとりあえず捨ててもらうぞ。努力します。揃っているみたいだね。あ、ワジ。お勤めご苦労様。その調子だとうまくいったみたいだね。ああ、ワジの情報があったからアルタイル市の情報屋にもなんとか接触できたけど、一体どこであんな情報を仕入れてきたんだ。蛇の道は蛇ってね。他ならぬ君のためだ。役に立ったのなら嬉しいよ。なんでにじり寄るんだよ。愚問だな。君の反応が面白いからに決まってるじゃないか。あのな、ワジ君、あなたね。やっぱり謎な子だな。なんか楽しそうだね。いいな、特務支援課。お姉ちゃんもキアちゃんもいるし、困ってるロイドさんも見られるし。いや、羨ましがられても困るから。やれやれ、じゃれるのはそのくらいにしとけ。ともかく、これが新生特務支援課のスターティングメンバーだ。リーダーとしてロイド・バニングス。はい。リーダー補佐エリー・マクダイル。はい。警備隊からの出向ノエル・シーガー。はい。臨時の準メンバーとしてワジ・ヘムスフィア。いや、本日18時30分をもって特務支援課の再始動を宣言する。前以上に楽しいお仕事が舞い込んでくるはずだから楽しみにしておくといい。